どうも、ベタです。パース帰っていきたいと思います。はい、ハンザ、昨日ね、新春福袋ガチャ、サブアカでも引きます、という宣言をしました。ということで、今日は、サブアカの方で、新春福袋ガチャを回していきたいと思います。で、もちろん、引くのは40連まで。40連までしか引きません。まあ、やはりね、まあ、欲しいのはバッチ。このキングエンブレムが欲しいだけですので、まあ、しっかりと40連で終わりたいと思います。そして、サブアカの場合は、このマリア、シモン、タキシードミネ、アフロ来たのなんですけども、シモンがね確か37で、タキシードミネ、アフロ来たのが45で、マリアを持ってないんですよ。ということでマリア1点狙い、まあ、キャラとしましてはマリアが出てくれると嬉しいかなと思ってます。まあ、最悪ねサブアカの場合はエレン持ってますので、まあまあまあエレンでもいいんですけども、まあデッキの幅を増やしたいなということでマリア当たってくれると嬉しいです。はい、まあ、ガチャの内容はね、前回、メインで引いた時と同じものでございますので、省略させていただきます。では、引いていきましょう。まあ、はじめは、確定はなしです。確定なし。さあ、行きます。で、今回40連目までなので、ピックアップ確定もございません。うん。ピックアップ確定もございませんので、確定でどれかが出るよっていうわけではない。まあ、サブアカの運ならば、ワンチャン出るんではないかなと。もっと、なんかしょぼいの来たな。せめてキルキル来てほしかったな。はい、マリア。うん、このガチャ引いてなかったんですよ。マリアのガチャ1回も引いてなくて、ガチャ付けでもね、うん、リヒターもマリアも全く出なかったんで、まあ暗転はしますね。おお、マリア、あ、PR2 枚出てる。ってことは？ってことは、おー、3枚出る。ってことは来るかもしんないけど、なぜかね、俺の年末年始から、うん、年末年始？年始からか。年始からね、スズメちゃんがむちゃくちゃ出るんですよ。うん。メインもサブもむちゃくちゃ出る。さあ。これがどうなるのか。なんかスズメちゃんの SR が当たりそうな感じしかしませんが。はい、では20連目いきたいと思います。いきましょう。さあ、ここは SR 以上確定 20% でピックアップビキャラなので 5% か 5% ぐらいでマリアが当たります。 5% マリア当てていこう。まあ 5% なんでね、当たらないもんなんで、当たったらラッキーです。はい、OK です。で、ここで何枚？いや、1枚か、最後の1枚だけですね。じゃあ、暗転してくればマリアです。多分。まあ、20% だから、多分だな。はい、来い。はい。残念ながら。お前か、お前45にしたぞ。この前45を無理やりしたんですよね。うん。野の原はね、リヒターがいなかったんで、まあ、無理やりサブアカを45にして、やる気を 100% にしました。うん。結構強いキャラです。リヒターの代わりにはこいつが一番使えるかなという形でございます。まあリヒター前イベでね使いづらいんで、後イベの野原は結構ありだと思ってる。はい、3回目。ここは確定ございません。 SR 出ません。多分出ないはず。はい、行きまーす。来い。今回確定以外出なさそうですね。厳しいな。まあ、しょうがない。マリアの R は暗転するからね、来ないかな。一応引いときたいんだよな。でもシモンが当たってくれてるのはありがたいね。シモンがしっかりと当たってくれております。はい、ではラスト40年目。ここ SR 確定だよね。 SR 確定のピックアップ 20% です。はい、では行きまーす。ラストでーす。はい、 SR 確定ですが、ここねピックアップ確定にしてほしかった。緑だとピックアップ確定じゃないんですよ。これが出るってことはもうピックアップの確率がちょっと下がってるってことなんで、まあこの場合でもね、一応ピックアップ出る確率あるんですよ。出る確率ある。出てほしい。ピックアップにしていただきたい。 25% にしていただきたい。マリア 25% にしていただきたい。お、ピックアップだ。ラッキー、ピックアップ確定ですね。ってことは 25% の確率でマリア。さあ、どっちで出るかな。どっちで出る。うん、暗転したらマリアです。暗転すればマリア。もう確定です。暗転すればマリア確定。いきます。さあ来い。はい、ありがとうございます。マリアもらえました。いや、さすがサブアカだな。今年も調子が良さそうだ。去年はね、まあ、おととしほど調子は良くはなかったんですけど、うん、さすがサブアカって感じの引きを結構してくれた。まあ、年末はね、うん、えぐかった。なので今年もその引き続きで行かせてくれるとありがたい。マリアラーネド確保ということで、うん、自分のガチャはこれはもう達成ですね。目標達成です。はい、
まあ犬ちゃん全然いいですよ、全然大丈夫です、それは全然大丈夫。まあこれも回しとこうか。はい、この辺はね出ません。あー、あっちゃん R か、 R か、 R あっちゃんか。はい、ということで解放していきましょうか。解放していきたいと思います。はい、 SR 持ってこないといけないんでね。先ほども言いましたが、ラフロ来たのと、タキシードミネ、それは45でありますので、うん、もう解放はないです。ですが、シモンもね、一応ね、強化しておきたいんですよね。あれ？どこ行った？ちょっと待ってくださいね。あれ？どこ行った？俺が全然探せてない。マリアは上だっけ？上の方か。いましたね。はい、マリア。では、解放の方行きたいと思います。まずはシモンから行きましょう。まずはシモンから行っておきます。シモンはね PR2、3枚当たってたはずなんですよ。あれ、シモン探せずにいるぞ、探せずにいるぞ。いた、はい、ではシモン2枚ね、2枚当たりました。はい、 R も食わせちゃいましょう。もう限定キャラなんでね、もう多分解放はできません。で、これ解放できたとしても初期評価が上がるだけ。初期評価が30、そうだよな、41まで初期評価だもんな。はい、では行きまーす。まあ評価上がってくれると嬉しいな、これはな。はい、行きます。東方はね、評価上がってる方はありがたい。おお、いいね、ナイス。え、今日ガチャ運もいいし、うん、解放運もいいかもしれません。これでシモンが41になりましたね。41になりました。うん、初期評価が上がって東方でも使いやすくなっております。また今度実装した時ね、もっとさらなる、限定解放は、上限解放は行きたいと思います。はい、ありがとう。で、続きましてマリアで、マリアの場合も初期評価なんだろうな、多分な、初期評価ですね。うん、まあ、初期評価上がってくれると嬉しいです。初期評価上がってくれると嬉しいね。 R は1枚も出ずに PR3枚ということで、これで解放、3解放してくんねえかな。まあ無理だな、1解放してくれたらいいよ、1解放してくれたら十分です。もうシモンで2解放したしね。はい、行きます。うわーっと、マリア、こっちの方が自分は欲しかった。まあシモンも使えるからね、いいよいいよ、俺はしょうがない。解放はね、運なんでね、仕方ないと思われます。まあこのガチャがね、このガチャがいつまでだっけ、このガチャが、1月6日までです。1月6日までですので、チケットはねちょっと止まらないと思うんですよ。 SR のチケットがね、うん、まだ2枚しかありませんので、5枚にはすることはできません。なのでマリアの追いガチャ券はできないんですけども、ですけどもサブアカの方も新年ということでね、 PSR の 10% の方を10枚集めることができました。なので、これを後日引いていこうかなと思います。まあ、これは楽しみに待っておいてくれると嬉しいです。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。